リリンの運転で、行きもマリリンの運転で、はい、カートもマリリンの運転で、任せてください。ありがとうございます。運転はごめんなさい。おい調子こいた。行ったそばから。失礼。雨は止んできましたね。ね、だいぶ、うん、でもね、明日久々に練習行く。嘘。うん、どんな風の吹き回して思い立ちですか。何かを目標を立てようとしているのか。違う、付き合いで付き合い。これ左ドッグレッグ、なんか右に行って左に行ってのどこに座っていいか分かんない。うん、難しい。左の裾、左の裾。あ、OK。こうやって伸び上がってこう打つからね。ていうかオーバースイングだよね、うん。なんか頑張って前傾を変えたまま打つといいんだけど、怖いんだと思う。そう、あ、めっちゃいい。今綺麗。嘘、うん、それそれ。いい、うん、あーでも惜しいね。いや、ちょっとオーバー位置しちゃったな。せっかく君で止めるこう打たないとね。一回無視しよう、足は。ナイスショット。めちゃくちゃいいね。あ、いや、戻ってきてるよ、大丈夫。あ、いた。あ、ちゃんと落ちてきたよ。もっともっと。大丈夫そう。大丈夫そうです。うん、よし。オーバーする。確かになんか前より、そう、ちょっとオーバー気味になったような印象がある。5年前の方がスイング綺麗だったって。なんかこの前上げてたよね。そう、懐かしい映像が。完璧。バタないでしょ。さすが純ちゃん。テイクバック早く。ちょっと早くなったよね。うん、急にね。そう、テイクバック早くするか、うん、下ろす時にゆっくりするか、どっちかだね。下ろすときに、逆に。そう、打ちに行っちゃってると、やっぱ。そうだね。そうそうそう。ノーボールにいたので出しました。はい。まだデコボコしてるからランが出ない。腕と、うん、体がこう、なんかスムーズじゃないときが結構、うん、まだあって。そうだよね。それは確かに気になる。私が行った方がいいかも。うん、早いんだよな。うん、やべ、難しい。何を直したら一番いいか今考えてんだけど。ワンポイントワンポイント。ライも難しかった。そうそうそう、今確かにちょっと難しかった。なんかこういう、例えば左足上がりの時とかって左に突っ込んじゃダメなんだよね。はいはい。でも、うん、やりがち。マリリンはもう基本的に全部こう打つから、うんうん、もうこうやってから多分ああいう上叩いちゃったりするのね。なるほど。もうちょっと右に乗って打つ練習とか。私と一緒。多分練習場で右足一本で打つ練習とか。へえ。ちょっと付き合ってくださいよそれ。確かに。で私も今こう考えて右足残して打たなきゃなとか思って打ってるから。あ、そうなんだ。そう、失敗するかもしれないけどね、こうやって打ってるね。いやー軽く。そう、ダフっちゃうから。あ、ダフトップしちゃうから、うん、左行くと。純ちゃんっていつも力みがないからいいよね、なんか。本当？うん、結構力入ってる。そう言うよね。打って前もやってたよね。もう一回私か。うん、今みたいなのってやっちゃうんだよな。ボール左足側に置いた方がいいよ。うん、ナイス。あ、惜しい。今のって右足下がりのつま先下がりだからですか。まあ、基本左足上がってるときは左側に置いた方がいい、ボールを。そうだね、そうすると自然にちょっと左に重心が、そうそうそう、自然に行
けるかも。では届かないかな。5番ウッド。5番ウッド。うん。フェードも多いね。な。ピッチングじゃなくて待って9番ですね。9番。100ヤード。ちょっとあると。高く上がった。乗ったね。ナイス。さすがパーオン。もうちょっとなんかレッスンしたやつをやると全部ミスることだったり。あるある。一旦やめます。やっぱでも、ね、ラウンドは一回忘れた方がいいっていうね。そうだね。なんか。おうまい。ナイス。ナイス。大きいかな。いいと思う。いやなんかやっとさっきまでウッドだったからかな、うん、当たった感じだった。マリーの借りていい？あいよ。こんなんでよければ。本当？使ってみたい。なんかよくさ、うん、人のクラブの方が実はスコアいいとか YouTube でやってる。本当？シャフトが柔らかいかも。マリリンのアプローチ。あ、大きいかも。あ、でもちょっと手前に。どうですか使い心地は。そうですね、シャフトが柔らかすぎるかも。ちょっと確かに、うん、構えた時は安心感。ちょっとポッテリ系ね。うん、ポッテリ系。よし、ね、じゅんさんナイスオン。ありがとうございます。でも普段レギュラーティーからやるとアプローチしちゃうから、うん、この距離はほとんど残んない。なるほど。そういう意味ではジュンさんからすると、はい、レディースティはちょっと難易度が上がるんですね。パターの難易度がね、うん、やっぱパー取りたくなって打てなくなっちゃうというメンタルもあります。やばい、転がったんじゃない。いいんじゃないですか。すごい。こういうことがね、本当に。だって普段この辺ぐらいの距離からだから。ダメじゃん。あ、止まんない。これはいっちゃう。また下ってるんだな、ここから。難しい。絶妙なグリーンが難しいね。そう、難しい。あー、切れる。そんな切れるんだ。結構切れますね。うん、やばい、ボギーになっちゃう。あ、惜しい。オッケーです。もう私この距離入れたい。危ない。ナイス。あ、切れる。あ、いやー、うぽん。オッケー。こんなこと。ちょっと嫌なグリーンですね。難しいです。難しいですね、ここ、うん、難しかった、急にね。うん、難易度が高め。なんかすごいネコモコしてるし。では、ネコネコしとるが。いや、かわいいよ。いや、私はちょっと使わなくなっちゃったから、だいぶ、うん、ちょっと不自然な名古屋弁かもしれない。名古屋人に怒られる。名古屋人に怒られる。マジで。パパより左の方が安全ね。右に下ってっちゃいそうな。景色的に。うん。いい音、うん、やりすぎた。でもキックしてくるやつやな。あ、乗っかっちゃった。左の乗っちゃったかもね。かもしれないですね。カゴ、カゴみたいな。
ょ。ナイスナイス。上の方で止まったね。止まないな。ナイショー。まっすぐ。まっすぐまっすぐ。いい。ナイスショット。いい。なんかちょっとやっとナイスショットが出た感じがする。嬉しいよね。ほっこりする。嬉しい。でもドライバーなんだかんださ、ドライバーってモチベーションに左右するよね、当たればね、当たればいいし、この1度目でこう OB とかさ、そうそうそう、やっぱ道のりが長い感じがするし、本当そう、なんかちょっと気が遠のく。ジェフさんこの左上の、結構上登っちゃったかも、坂のあたりでしたよね。その辺まで悲しい。寒いから。オッケー、うまいよ。うまくった。でも土なんだよね、超むずい。いや確かに。7番で打ちます。はい。130ぐらい。カーンって打とうかな。トップ気味で、うん、本当にトップ気味で打った。しっかり。あ、でも距離も出た。ランでそうだよね、うんうんうん、ちょっと見えなかったですけど、パカとハイウェイを使ってそうなタワーでしたよ。カンって打つって言ってさ、言った通り打つのがすごい。ユーティリティ、ユーティリティの5番で5番。こっちもカーン。ジョさんとは違うカーンになってしまった。おー、いいよ。ナイショー。どうだ。あー、乗る。あー、乗ってない。ほぼオンだけど。ほぼほぼ。たまには素振りしろ。綺麗ですよ。ありがとうございます。よし、しっかり打つ。うん、いい方向。助かった。素振りの効果はいかに。しないよりきっと良かったはず。あ、入る。惜しい。ナイスです。いや、これアプローチ上手な人だったら絶対アプローチで行くべきなんだろうね。あ、確かに。行き過ぎちゃったとかなるのが私には見えてるので。うまい、うまい、うまいよ。オッケー、OK、ありがとうございます。あれ止まっちゃった。ナイス。よかった。入った。ああ、惜しい。お腹空いたんですか？お腹空きましたね。ナイスです。入りません。